Hello, もっちひゃー。こんにちは。みんな元気にしてましたか？今日になり、サンリオコラボレーションの一部として開催されてる、ラッキースイートハートのイベントについてのレビューの動画を見てもらいたいと思います。このイベントはシンプルなガチャイベントで、参加するためのチケットは、100年、100ダイヤモンド、それかキャッシュを使ってパッケージを買うっていう方法があります。チェケット1枚ごとに9マスを開けることができて、左側のボックスと同じ柄が揃うと、それに応じて景品をゲットできるっていう仕組みになってます。ハートオブバラはオプショナルスタジオエフとか、キャラクターを強くすることができるアイテムをこのイベントではゲットすることができるので、割といいイベントだとは思うんだけど、ただギアのスタッツを見てみると、ファッションとかコレクションを目的にする以外にはハンドレッドネオンを使ってまで行く価値はあまりないような気がします。BTS さんでバックウェアをこれよりもいいものを持ってないって場合は引く価値があるかなって感じで、あとはコスチュームに関してはサポート役のプレイヤーさんにはいいんじゃないかなって思います。いつもみたいに詳細の方は英語でディスクリプションに書いてあるので、よかったら時間があるときにチェックしてみてください。いつもモチのことを応援してくれて本当にありがとうございます。モチのナレーションはここまでなんだけど、残りの動画も楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあまたね。モチ sending you sunshine。